ブラッシュアップ。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 友達みたいな感じで。マイネーム。マイネーなんで、この子、行っていきまーす。お願いします。僕から行きますわ。はい、お願いします。はい、はい、カットが終わって、さっき実はこっそりブリーチしてました。はい、今日はグレーアッシュで、お願いします。沈めていこうかなと思います。お願いします。ほんまにこう楽しそうですよね。思いますか？めちゃめちゃ楽しそうです。営業中とかもめちゃみんな楽しそうで。ブースのスタッフが。はい。お客さんにも伝わります？はい。この感じ。めちゃめちゃ、こんな職場やったらいいなってめっちゃ思いますもん。入りますブースいいっすか？何もできないっすか？全然、愛があれば大丈夫。思いますか？愛はめちゃめちゃありますよ、でも。僕正直もう、福島さんのことも、ブースのファミリーやと思ってるんで。社員旅行連れてってもらっていいですか？じゃあ、ぜひぜひ相談していきますね。ぜひお願いします。前向きに、それ断るやつじゃないですか、前向きにって。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃめちゃいい色。わかるかなこのグレー。めっちゃいい色。トリートメントさせてもらったんで。トロントロン。トロントロンス。こいつで。セットしてます。マットワックスをこんぐらい取るんですけど、これプラス、ボタ、スタイリングベース E3。こいつをね、ワックスに混ぜて、こういう感じで。最近ちょっとマジで、カラーの講習とかあったりとか、いろいろあって、あ、そうなんですか。カラーの調子バリ良くて、マジで調子良くて。ブリーチすると、髪の毛って純白にはならなくて、金髪っぽくなるから、その黄ばみの色として、紫とかっていうその補色がめっちゃ大事なんですよ。金髪にグレーの色だけ入れても、グレーにはならないんですよ。ちょっと黄ばんだグレーになるんですよ。その黄ばみを取るっていうので、補色を入れてあげるといけないんですよ。逆に入れすぎると紫になったり。それはその配分っていうのが。そうそう。逆にちょっと紫っぽくすると、色持ち良くなるみたいな。あ、そうなんですか。完璧っす。ここ来る前はいろんなとこ転々としてたんですけど、はい、ここ来てからもこのお店の雰囲気とか店員さんとかが喋りやすい雰囲気とかめっちゃ作ってくれて、もうここしか来ないっす。ありがとうございました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 。みんなでせーのでやりますか。せーの、しゃべりー。